次に、抵抗の並列つまみ、という場合について、各部分の電流や電圧を考えてみましょう。電気は、電池から出て、途中で2つに分かれるのです。そして、それぞれの抵抗を通り、また、1つに合わさります。さて、これを、回路図で書くと、こうなります。このように、6オームと3オームの抵抗であったとします。この場合、どちらの抵抗も、その両端が電池に直接つながっているので、かかっている電圧は24ボルトとなっています。つまり、電池の電圧が直接かかっています。へえ、抵抗の並列つなぎの時は、電圧はそのまんまだから、簡単ね。そうなんです。よって、それぞれの抵抗器に流れる電流は、簡単に計算できます。まず、上側の抵抗に流れる電流、I1 は、24V÷6Ω で、4A。また、下側の抵抗に流れる電流、I2 は、24V÷3Ω で、8A となります。下側は、抵抗の値が、上側の抵抗の半分ですので、流れる電流の大きさは、2倍になっていることがわかります。つまり、抵抗の並列つなぎの場合は、小さい抵抗の方に、たくさん電気が流れるのです。